はい、皆さんこんにちは。はじめましての人、はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンの聖剣伝説3体験版ということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょうね。はい、前回ですね、こちらのね、アンジェラさんというね、アルティア王国の王女様ですね、が仲間になったところで終了しておりましたね。で、今は生徒ウェンデルの、司祭様のところに行くというのが目標になってます。で、ウェンデル左ということなんですが、こっち側にも一応道はあるんですが、ここは何もなし。なんか出てくるような感じのね、雰囲気のとこですね。俺が参りだ。背中は任せたぞ。はい、背中は任せたぞ。相手が悪かったな。いや、いいね、ホークアイクね、かっこいいよね、相変わらず。よいしょ。結構敵が硬くなってきましたね。さすがにレベル4ぐらいになってきたね。こっち、これね、カメラをね、ちょっと調整してみようかなってね、今ちょっと思ってまして、結構ね、なんか近いですよね、カメラがね。協力して倒すぞ。基本フォークアイしか映ってないんですよね。今の俺たちの敵じゃなかったな。あのテイルズとかだったら、もうちょっとね、俯瞰でね、見れる感じがするので、それちょっとね、調節できるかやってみますね。はい、ではね、カメラね、設定しました。これがね、あの遠いカメラのね、設定なんですが、これの方がね、キャラクターもしっかり見れますし、マップのね、あのアイテムの何ていうんですかね、発見とかもね、遠い方がね、やりやすいと思いますので、私はね、これでちょっとやっていこうかなと思います。こういうの多分ね、近いにしてたらね、夢見そうだって、なんだろこれ、多分ね、見れる部分も見れないと思うんですよね。これぐらいがちょうどいいと思うんですよね。はい、では行きますよ。モンスターだらけの洞窟に女の子が一人でいるなんて。だって、ウェンデルの新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけ、おじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。ウェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ、そこへ偶然アンタさんが。もう少し遅かったら今頃。なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな、俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから、送っていってやるよ、ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光
かりの司祭のお孫さんですから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち、別にアンデションの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。元気な女の子だったな。10年後にはいい女になってそうだ。ここカメラね、遠いにするとだいぶ遠いですね。いや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 、まさかの司祭の娘さん、あ、お孫さん、あ、これは仲良くなっておく必要があるのでは。協力して倒すぞ。10年後にはいい女になってるか。なんだ、もう終わりか。拍子抜けだな。まあね、ホークアイが今何歳なのかちょっとよくわからないですが、まあ10歳差ぐらいだったらね、うん、まだ可能性があったりするのかもしれないですね。うん、よいしょ。おっと、なかなかやっぱ空中の敵はダメージが当てづらいですね。よいしょ。よいしょ、バットさん。答えがなかったわね。まあ他のね、あの仲間キャラにはあのチャルロットは設定はしてなかったんですが、一応あの主人公キャラのうちの一人にはなってるんですので、うん、なんていうんですかね、ストーリーは見れるんですね、このキャラクターのね背景というか、うん、それ結構ありがたいですね。どうだ、もうホークアイの攻撃強いですよね。一撃のダメージがね。ああ、まだ敵がいるのか。まだまだね。よいしょ。ほい、ほい、問題なく勝てたな。この調子でいこう。うん、まあアンジェラはねまだ鍛えてないのね、全然ね。うん、その分ダメージも少ないんじゃないかっていう気はするんですけど、まあ、この先もしボスが出てきたりするんだったらちょっとね怖いなっていうところはありますよね。鍛えてないんでね、全くね。はい、生徒ウェンデルへ向かおうということで、もう目と鼻の先って本当に目と鼻の先ですね。うん、てかシャルロットウェンデルまでの道がこの洞窟しかもしないんだったら、まあ洞窟何回もこう通り抜けてるんじゃないかと思うので、迷うのもね。うん、何とも言えないなっていう感じですけどね。いや、美しいですね、ここのね大陸というか通りもね。うん、なんだこれ、バネクジャコ、危険、絶対に踏みつけないでください。え、そうやって言われると踏みつけたくなっちゃいますね。うん、まあでもチャルロットがこれで空飛んでてたから、あれなのかな、どっか、あ、待てよ、これで上に行けるのか。よし、やってみます。おー、いけた、いいね。はい、天使の聖杯、アンジェラはついてきてくれないね。じゃあここは登れないということで、ほいと、おっと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 、よいしょ。ここら辺は、よ、ここは何もないかな。よし、あとはもう進んでいくだけですかね。では、生徒ウェンデルですね、行ってみましょう。ようやくウェンデルに着いたな。光の司祭さんが呪いの解き方を知っていればいいんだが。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。あ、そっか、そういえばフェアリーがね、頭の中にいましたね。あ、生徒っていう割には結構田舎っぽい感じの住居も広がってるんですね。悩める者たちが世界中からこの生徒ウェンデルにやってくる。生徒ウェンデルは衛星中立都市、この町の中では敵も味方もない。まあ、目的はね、みんなウェンデルなので、すごい偶然ですよね。すまんねえ、まだ準備中なんだ、夜になったら来ておくれ。お酒場か。うん、まあ見やすくなったんじゃないですかね、マップね透明にしてるんでね、あの全体を把握しやすくなったんじゃないかなとは思いますけどね。あのマップっていうかこう
カメラね、カメラ透明にしてるので。竹の洞窟の奥の方で時々地響きがするんだ。アストリアまで獣人たちが攻めてくる、来てるんですって。どうしましょう。アストリアの話はもう伝わってるんだね。さすがにそれはそうですよね。あれ、アンジェラさん何やってんの。女だし人も穏やかだし住みやすい街みたいね。ただちょっと退屈そうではあるかしら。まあそういうのが平和でいいんだって。毎日毎日ね、こうお祭り騒ぎばっかりするわけにはいかないって。生徒ウェンデルにも武器防具屋はある。だがこういうものがいらなくなるような平和な世の中が来ることが我らの願い。ここは防具屋さんかな。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。はい、黄色のローブか黒のファティーク。ああ結構ルック溜まりましたね。まあ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 、まあ、防具はまだいいですよ。武器ですよ、武器欲しいのは。手前の人は光の司祭様を知っているか。とても聡明なお方だ。この町に来たなら一度お会いするといい。光の司祭様に会いに来たんですか。光の神殿は町の広場の奥にありますよ。君たちは何、デートか。防具屋でデート、なかなか斬新ですね。え、おー、びっくりした。なんかこう朝と、ね、夜の時間の立ち方がなんか 急になんか夜になるって感じですよね。あなた方は帽子をかぶった女の子を見ませんでしたか。司祭の孫シャルロットが行方不明になってしまった。まさかモンスターに食べられてしまったのでしょうか。会いましたよ。あ、ここ入り口のとこだよね。そしたら右側行ったので、こう左側ですよね。この家に行きましょう。いや、いいね、この家ね。いや、広くていい家ですね。しかも物置までしっかりついてね。ね、この庭付き一軒家。何 LDK? 1LDK ぐらい。あ、でもどうでしょうね。ダイニングもキッチンもなし、みんな寝てるし。あ、奥があるぞ。あ、地下室がある、もしかして。あ、宝がある。人が寝てる間にね、宝を回収するっていうね。まあ、まさに盗賊ですね。盗賊のナバール盗賊のね、仕事やってますね、今もね。防具屋さんはさっき言ったので、シャルロット様、司祭様も怒っていないので出てきてください。アンジェラがアンジェラ全然動かないね、あそこからね。よっ、あれ、ここ武器屋だったのか。ねえ、あれ違うか、武器屋もう一個奥か、この上か。はい、じゃあ武器屋ね、入ってみましょう。おい、武器買いに来たよ。ダガー以上のいいやつ売ってないかな。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。あ、スタッフ。おー、アンジェラちょっと上がるね。アンジェラに買ってあげようか。ね。いい買い物したわ。いい買い物したね。まだのお越しを。アンジェラの打撃全然当たってなかったからね。どうなのかな。こっちのなんか本が置いてあるね。あ、いいね、細かいね、作りが。僕らと一緒になってからのアンジェラさんの打撃どれぐらい当たってるかちょっとあんま見てなくて。もしかしたら結構当たってるのかもしれないですね。で、道具屋は、道具屋はそんな多分買えるものないでしょう。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。MP 回復のアイテムとかあるんですね。またのお越しを。結構でもね、道具は宝箱から入手できる可能性が高いので、あんまり買ってもしょうがないかなって気はしますよね。洞窟内で迷っても困らないようにうちのおじいちゃん特製の魔法のローブを買っていってね。広いね、この道具屋さんね。そしたらウェンデルは一通り回ったのかな。あ、宿屋さんね。宿屋さんは回ってないか、まだ。パックンチョコね。
ここが宿屋さんで、いらっしゃい。あ、しまった。止まっちゃいましたね。はい、朝になりました。はい、ではセーブし終わりました。夜になったらね、来てくれよってね、酒場の人が言ってましたけど、夜になったのにね、ちょっと行くのを忘れてしまいましたね。行ったくらいよかったなって感じですね。で、アイテム種も8個全部植えちゃいましょう。種結構いろんなところで敵入ってたんですね。おー、すごい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 。ハンドアックスだって、まさかの武器が手に入るっていう。あ、これはすごいですね。まさかの植木鉢で武器が手に入っちゃう？ということは、装備できちゃうのかな？ねえ、なんか、これとかね、あ、ないですね。あー、これか、指輪か、スノーマンリング。スノーマンリング、雪だるま状態を無効。防御力プラス3。じゃあ、これ、つけておきましょうか。アビリティ。アビリティは何も覚えていない。はい、では行きましょう。ほい。いやー、すごいね。ほんと朝早くって感じ。早朝って感じですよね。あー、すごい。人が全然違うんだ。実際の孫のシャルロットが行方不明だって大騒ぎになってるよ。あら、新刊のヒース様のファンなの。あ、ヒース様。ファンが多いんだね。光の神殿は町の北にあります。よっ。ここは、行ってないとこ？あ、これ地下室があったとこか。獣人、何？ウェンデルには光の使い様がいらっしゃる。私たちは使い様と共にこの地を守るぞ。ビーストキングダムは西の密林の向こう側、いかに獣人でもそこを越えてくることはできません。ほう。だから海沿いのジャロから回り込んできているのですね。なるほどね。密林はそれだけなんか、危険なとこなのかな？うふ、司祭様に相談してよかった。これで国に帰っても自信を持って生きていける。なんか占いでもしてもらったの？この人が喋ったよね。あれ？まいった、まさか門以外から抜け出すなんて。ああ、いえ、こっちの話です。シャルロットの、あれかな？光の神殿には遠方から来られる方もたくさんいらっしゃるんですよ。今日もいい天気だ。さて、光の神殿にお祈りに行くとするか。いやー、いいね。のどか、のどかなので、ずっとこう、回ってたいですよね。この人は喋ったね。この人も喋ったので、ここは行ってないね。あ、違う、ここ行ったね。宿屋だったね、ここね。じゃあ行きますか、ウェンデルね。はい、では行きまーす。はい、では光の下に会おうということで、ちょっと思ったんですけど、シャルロットってもしかして回復する人なんじゃないかなって思ってまして、私最初に選んだのが、リースちゃんとこのアンジェラさんと、ウォークアイだったんで、誰もこれ HP 回復する回復呪文使う人いないんじゃないかなってちょっと思ってまして。あー、噂には聞いてたけどすごい死んでんだ。結構冒険大変になるパターンですよね、これね。セト・ウェンデルは世界中の人々の心の支え。誰もが一生に一度はこの地を訪れ、マラの女神様にお祈り捧げるのだ。いや、美しい、美しく整備されてますね、ウェンデルね。せアイテムらしいアイテムは落ちてるかな。あ、種か。よいしょ。じゃあここ登って、滝の洞窟の上の山中には聖地光の古代都市がある。大昔にはマナの女神様が地上に降り立った最初の地として大いに栄えていたらしいが、今では誰も近づけない遺跡だ。バネクジャコって知ってるか？森の中とかに生えてる不思議なキノコを見てえなもんだけど、あれに乗っかりゃ普通じゃいけない高さまでジャンプしていけるようになるんだ。もう使わせていただきましたよ、バネクジャコ。この横とか行けない？おー、美しいね。
よいしょ。まあ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 、まあ、行っちゃいましょうか。ねえ、話だけ聞いてね。あ、人がいるぞ。最近、滝の洞窟の奥の方から変な音が聞こえてくるのよ。ズンズンって、一体何かしら。おお、滝の洞窟の方から変な音が。おお、宝がある。いや、いいね、このご丁寧に配置されてる感じ。あ、天使の聖杯。おい、光の司祭様は神殿の中にいらっしゃいますよ。司祭様は中央の大聖堂にいらっしゃいます。おっと、広いね。滝の洞窟の上には光のマナストーンによって栄えたと言われる古代都市の遺跡があります。うん、マナストーンによって栄えた古代都市の遺跡。うん、まあ古代都市がね、未だに残ってるっていうのはね、またすごいですよね。どうだったんだっていう話ですね、その古代都市は。うん、滅んでしまったんでしょうね、やっぱり。誰かお探しかな。この人はお話はしてくれないかな。どこに行けばいいのかな。階段を降りることが定期ルートって感じですね。星光ってる感じだとね。神殿内では走ってはいけませんよ。まあ降りてお話を聞きに行きますか。そしたらね、こっからだね。よいしょ。道はどっちだ、どっちに行けばいいんだ。こっちか。あ、あの方ね。光の司祭様のお言葉はとてもありがたいのだけど、うちの子は途中で飽きちゃったみたい。どこ行ったのかしら。古代都市の遺跡は周囲を崖に囲まれているので地上からは近づけないが、その遺跡のどこかに光のマナストーンがあるはずだ。あ、その古代遺跡に行くってことが一つの目標になっていくんでしょうかね、これからね。山に伏せている母のためにお祈りに来ました。これで少しは良くなってくれるといいのですが。せ光の司祭様にお会いするために名遠路はるばるやってきたんじゃ。どんな人なんでしょうね、光の司祭ね。最近滝の洞窟の奥の方から同じこと言ってるね、この人ね。あなたは生徒ウェンデルは光のマナストーンの守護のために古代都市の遺跡にほど近いこの地に建てられたのです。マナの女神様には毎日お祈りを捧げることにしているんじゃ。 よし、それでは司祭様にね、お話してみましょう。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。司祭さん、あんた死の首輪って知ってるか。どうすればジェシカの呪いが解けるか教えてくれ。死の首輪、あの封印されし古代時報か。一体何が起こったのじゃ。実は そのイザベラというもの、ただものではなさそうじゃな。ホークアイ殿、残念じゃが、わしでも古代呪法の呪いを解くことはできん。マナの女神様でもない限り。そんな、マナの女神様でなきゃ無理だなんて。じゃあどうすることもできないのか。ふーん、あなたが光の司祭さん。なんか普通のおじいちゃんって感じ。私を助けてくれるかと思ってわざわざ来たのに。ん？ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。
マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め世界は滅んでしまう。え、なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって、聞いてないよ。おいフェアリー、どういうことだ。ごめんなさい、マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、そりゃよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろ。さっさと俺から離れてそのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうとその宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。あら、あなたジェシカの呪いを解いてイーグルの仇を取りたいんじゃなかったの。マナの剣を使えば呪いを消したりイザベラを倒すことができるよ。あ、てめえ人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ。マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができればマナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり望みも叶えてくださるじゃろう。イーグルの敵イザベラを倒しジェシカを救うためなら何だってやるぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ。ごめんなさい、マナが減ってしまい私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放するとマナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば。大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないようその古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば残されたマナの力で私でも聖域への扉を。
その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。マナの剣か。お母様もそんなこと言ってた。お母様もその剣を手に入れようとしている。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。ねえお願い、私も一緒に連れて行っていいでしょ。もちろんよ。それに精霊たちと出会えばすぐにあなたも魔法が使えるようになるし。本当？やった！光の主催の願いから新たな力が生まれた。リンクアビリティ取得。光の主催のリンクアビリティ常時 HP を30アップ。めっちゃいいじゃないですか。リンクアビリティはパーティーメンバー全員が装備できる特殊なアビリティです。育成画面から育成ポイントを割り振ることや冒険中に出会う人々と交流を深めることで取得できます。え、そうなの？思わぬ人からリンクアビリティを取得できることがあるかもしれません。そういう裏情報があるの。じゃあ育成でリンクアビリティっていうのはどうやって選ぶんだ。はい、ではですね、リンクアビリティなんですが、ですね、この装備能力ですね、ここの欄を見ていただいて、そこからですね、このアビリティというのを選んでいただいたら、この HP アップっていうのがね、ありましたので、こちらをつけます。はい、で、ごめんなさい、そしたらアンディラさんも同じやつをつけてあげますね。あ、一人一個しかつけられないのか。全員がつけられるわけじゃないんですね、リンクアビリティ。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィルオ・ウィスプを見たというものも多い。まず手始めにウィルオ・ウィスプの力を借りに行くこと行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといいということで、滝の洞窟にね、では行きましょうか。はい、行きます。食べること変わんないかな、みんなね。光の主体のお言葉はとてもありがたいんだけれどということは変わらないみたいですので、もうここはちょっとね、行っちゃいましょう。まあいろんな人と喋ることでリンクのね、あれがもらえるって言ってたので、ね、リンクポイント、おお、いいね。もらいに行きたいところではありますけどね。まあこんなところでは多分もらえないでしょう。はい、では生徒ウェンデルに戻ってまいりました。で、シャルロットは仲間には多分ならないと思うので、どっかでリースが出てくると思うんですよね、3人目の仲間としてね。それともどうなんでしょうね、獣人の町にもう一回戻れるようにならないと出てこないのかな。あ、シャルロットだ。ねえ、シャルロットもついて行っていい？おじいちゃんとあんたさんの話を聞いたんでち、あんたさんただものじゃありまちんね。そこを見込んでお願いがあるんでち、さらわれたヒースを探すの手伝ってほしいんでち。ダメだよ、これから先の道のりは長くて危険だ。君みたいな幼い子がついてこられるような旅じゃない。早くおじいちゃんのところに帰りな。ヒースのことは俺たちに任せておきたまえ。きっと探してあげるからさ。意地悪。シャルロットはヒースのことが心配なんでち。こんなにお願いしてもダメでちか。ぷー、もういいでち。ケチケチバーカカーバギーだ。これシャルロットを仲間にするっていう風に最初に選んでたら多分連れていけたんでしょうね、きっとね。じゃあ行きましょうか。はい、では滝の洞窟戻ってまいりました。で、光の精霊ですね。俺たちと出会ったことは、ね、
おっと、あーっと、ホークアイが行きましょう。じゃあホークアイ寝ちゃったんでアンディラさんに交換しましょう。あとアンディラさんやっぱ弱いな。8とかしか当たんないですね。よいしょ、どうだ、よいしょ。はい、じゃあホークアイに戻して、よいしょ、行くわよ。よっと、ゴブリン強いね。問題なく勝てたな。この調子でいこう。で、ここを先に行きまして、ちょっと待ってて。この滝の水からマナの力を感じる。ここの上の方に変な横穴があったよ。ウィスプがいるかもしれない。なるほど、あれか、変な横穴って。なるほど、こういった感じでフェアリーと一緒に、まあ、世界中を旅していって、まあそういったね、もう邪魔ね、あれを見つけていくんですね。ケイツは急いでるのに。精霊をね、当然だ。よいしょ、よいしょ、ロックオンで、あ、ロックオンできるって、そういえば。あの1話で言いましたね、そういえば。問題なく勝てたな。この調子でいこう。 R さんでロックオンしながら進んでいくのがベストだと思います。敵をね、R さんでロックオンして、よいしょ、ここで倒していくのが、まあ、ベストかなと。で、赤くなったらこの範囲にいるとこういったダメージを受けてしまうので、なるべく赤くなったらその範囲から逃げるようにした方が良さそうですね。はい、まあ眠らされたりしたらキャラクターを切り替えたらちょっとね、よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。で、ここ行きますね。仕方ないわ、よいしょ、行くわよ。結構強いね、100ぐらい HP あるんじゃないか。よっと、ため攻撃もできるので、こう三角長押ししてこうやっていくと、ため攻撃、よいしょ、これでちょっとダメージが強めに当たるので、まあこういうのもね使っていくといいかと思います。洞窟って嫌い。はい、じゃあね、ちょっとね、これでね HP 回復しつつセーブしましょうか。はい、はい、セーブし終わりました。では行きましょう、ウィル・オスプさんね。やっぱこっち側のね、意味ありげなとこだったですね。あれがフェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を取り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。やったね。いや、すごいね。嘘でしょ。こうね、何でもありですね、フェアリーさんね。はい、では行きましょう。この奥に行って、ここから先はまあ未知なるとこなんで、まあ一応しっかり戦っていきましょうか。よっと、ほいほい、でしっかりロックして、大したことなかったね。下、とりあえず下に行ってみます。うん、綺麗ですね、この地下水ね、地下水とおぼしきものね。上に乗っていってアイテム取って、みんな行くわよ。よいしょ、はい、じゃあロックオンして、よっと、ちょっとね正面向けないっていうこのカメラワークがね、微妙に、何も問題なかったわね。微妙にこの辺がちょっと大変だなっていうところは若干ありますね、このゲームに関しては。こう宝を守ってるやつがいるので、あいつらを倒しましょう。マイク変えてからですね、やっぱこう無駄に大きい声出さなくてよくなったので、
いいんですけど、どれぐらいの大きさで録音されてるかはね、ちょっとよくわからない。そこはまだちょっと不安がありまして、ちっちゃい声でね喋ってるとね、全身に力がみなぎってくる。波形がねすごく ちっちゃくなっちゃうので、後でですねノイズカットすると言葉が結構消えちゃったりすることがあるんですよね、波形が。よし、俺たちと出会ったことなんで、そこら辺がねちょっと難しいなっていうところではあるんですけど、まあそれでも波形がちっちゃかったとしても、後でねそれ大きくすることが一応できるようになるので、次の目的地に急ごう。そこら辺はね、俺が前に出る。お、ゾンビだって。よいしょ、強った。まあ必殺でも使ってもいいんですけどね、まあまあまだちょっともったいないかなっていうね。まずいな。あれ、ホークアイちょっとまずくないか、ちょっと HP が減ってるぞ。はい、テンション制覇。あ、毒にもなってる。しかも毒消しとか持ってなかったかな。で、アイテム初めて使うかも。アイテム画面ではリングコマンドの編集を行います。リングコマンドとは、探索バトル中に上を押すと使用できるリング上のメニューです。リングコマンドに入れたアイテムのみを探索バトル中に使用することができ、12種類まで登録することができます。なお、バトル中は1セントにつき各アイテム最大9つまでしか使用することができません。左のアイテムリストでは所持アイテムを確認したり、まるでリングコマンドにアイテムを登録したりできます。ほうほう。右のリングコマンドリストでは登録アイテムを三角に外したり、まるで並べ替えたりすることができます。うん。あ、一応これリングコマンド結構入ってますね。あ、じゃあ別にって感じですかね。あ、ウィンディーネの像。お、これは何？あー、すごい。水属性、魔法ダメージ、威力200だって。味方の武、あ、あー、パーパーポトの爪ってこういう効果だったんだ。投げて敵に無属性ダメージ300。あ、これそういう効果の。なるほどね。ぷいぷい槽。あ、ぷいぷい槽ね。ちょっとぷいぷい槽使っちゃおうか。ぷいぷい槽ね。これで、どうしたらいいんだな。ぷいぷい槽、ぷいぷい槽。あ、これか。じゃあこれを、崩壊使って、で、崩壊の体力はほぼないのでまんまるドロップを使いましょうか。よし、じゃあ行きましょう。いやね、なかなかゾンビさん強かったですね。よっと、協力して倒すぞ。まあね、これ先に見つけたら結構こう先制攻撃取れるんで、それは結構痛いな。相手が悪かったな。結構強くなってきたら結構あれですよね、有利ですよね。先制攻撃ができたらもうそれだけで敵倒すから。倒すからね。よっと、ほい。よっと、よっと。で、マイクのね、このカチマイクでこのコントローラーのカチカチ音を消す。お、まあ、またレベル変わったね、ホークアイ。このカチカチ音を消すためにね、いろいろ機能、工夫ね、してみたんですけど、なかなかこれ消せなくてですね、これね、大変だなってちょっと今思ってるところなんですよね。課題なんですよね。なぜ、皆さんね、実況ね、されてる方はあんだけ綺麗な音で録音できるのかっていうね、それがすごい不思議で、しょうがないんですよね。ここはまんまるドロップ。あ、いいね、宝があったね。あ、川の帽子だって。初めてなんかアイテム手に入れた気がしますね。はい、そしたらこれかな、川の帽子を。じゃあホークアイに装備させて、で、育成ポイントが2余ってるので、まあ育成もしちゃいましょうか。うん、まあ、脳筋でいくか、隠密か、定身、特技でのステータスアップ時間は 100% 延長。あ、延長。ポイズン。受け流し。まあまあまあ、ここはね、ここはまた脳筋でいきましょうか。結局ね、結局脳筋でいきまーす。はい、装備することでアビリティを発動するということで、一応ね、装備もしておきましょうか。じゃ強気も装備しましょうか。はい。あら、HP。あ、そうか、これ。あ、で2つ装備できるので、これでいきましょうか。ホークアイね。うん。
今回はもう本当納金でいきましょう。まあ納金っていうキャラじゃないと思うんですけどね、本当はね、スピードを売りにしてねやっていくキャラクターだと思うので、まあ、手数の多い攻撃をしてダメージ稼ぐっていうのがまああれでしょうかね、テオリーですね。ではセーブしておきますね。はい、セーブし終わりました。では行きましょうね。体験版はね確かレベル7まで上げれるって言ってたので、あと2レベルですかね。まさかこれが探している精霊じゃないよ。こいつは光の精霊じゃないわ、巨大な魔物よ。あらららら。でもなぜかこいつからマナの力を感じる。よいしょ。どうして？こいつからマナの力を感じる。こいつただの魔物じゃないってこと。事情は知らんが今は戦うしかなさそうだぞ。じゃあね、あの必殺技っていうのを使ってみましょうかね。じゃあ行きますよ。必殺技は L1 とね、四角なんだ。そこだ。ほい。で、アンジェラさんも使えるので、アンジェラさんにも使ってもらいましょうか。うん、行くよ、アンジェラ。あ、やばい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 。かわせ。アンジェラね。OK! 任せない。行きましょう。よ。行きたいわよ。ダブルアタック。 OK! 任せない。大して当たってなくない？まだまだじゃん。どうだ？よいしょ。あ、待て待て。アンジェラ。アンジェラ頼むって。アンジェラのね、回避が全然、あ、目が半分ないよ。なくなってるよ。もう一回使っちゃおうか、崩壊ね。しょうがないからね。ポリッと。めちゃくちゃ当たりますね。うん、一気に畳みかけよう。一気に畳みかけようって。さすがに疲れてきたわ。早くとどめを刺しましょう。よっと。お、いけるんじゃないか。もう、うん、はい、レベル6まで上がりましたね。なんだあれ。ウィス、俺っすよ俺。この俺が皆さんが探してるウィルオウィスプス、あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。おかげさんでやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえウィスプさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。はい、光の精霊ウィスプの力を手に入れました。あ、何かできるようになるのかな。ん？見てごらんよ、近道できそうだ。はい、ウィル・オ・ウィスプが仲間に加わったため、育成でポイントを振り分けることで光属性魔法の使用が可能になりました。以下光属性魔法の例です。セイント・セイバー、味方の武器に光属性を付与。ヒール・ライト、味方の HP を回復。ホーリーボール、光属性魔法でダメージ。はい、ということで、アンジェラさんがね、光魔法使えるようになったんですかね。はい、アンジェラは、ハードマジック、アブソープ、ダイヤミサイル、スペルガード、あれ、アンジェラさん、
あ、これか、ホーリーボール。はい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 。じゃあこれをね、精神ポイントを振り分けることによって、ホーリーボールとやら覚えましょうか。うん、これで、覚えて、エアブラスト。エアブラストは、精霊の力が必要と。まあ、とりあえずこれで覚えて、ね、ハードマジックは、敵がのけぞりやすくなる。まあまあまあ、とりあえず魔法だけ覚えさせたいので、これでいっちゃいますか。はい。はい、常時 MP を5アップ。で、特技習得、ホーリーボールということで、はい、じゃあアンジェラさんね、魔法を使えるようになったということで、滝の洞窟を出る前に、よいしょ、ちょっとこの辺壊しておきましょうか。いいのかな、このまま先に進んじゃってね。行っちゃいますよ。はい、では出れるようになったので、一旦セーブしましょうか。はい、では行きましょう。体験版だとね、おそらくこれ、ここぐらいでね、終了するっていう情報だった気がするんですけど、うん、ここのなんかフルメタルバガーでしたっけ、あいつを倒したらなんか終了みたいな感じ書いてあったんで、おそらくですがね、よいしょ、お、ホーリーボール使ってるんだね。おお、結構当てますね、アンジェラさんね。MP がでも結構あれですね、低いですね、アンジェラさんね。何も問題なかったね。そしたらこのね、目的地まで行って、そっから先ね、どうなるかって感じですよね。よいしょ、ここ下降りて、で、ここを通っていって、注意しろ。よいしょ。こんなものね。いまいちね、戦闘のカメラワークが難しいですね、これね。今の俺たちの敵じゃなかったな。この辺はちょっとダクソとかと比べると全然違うところがありますね。戦闘が楽しいか楽しくないか、問題なく勝てたな。こうこの調子でいこう。結構大事ですよね、こういうこういうアクション系のゲームに関してはね。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、労せずして生徒ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。はい、ということで体験版はここまでとなります。セーブデータは製品版に引き継ぐことができますので、今後の冒険に興味がおありならぜひ製品版をお求めください。体験版では全てのキャラクターで遊ぶことができます。他のキャラクターを主人公に選んで物語の変化をお楽しみください。ということで、ひとまずホークアイ編はここで終了ということで、一旦、終了させていただきます。はい、ではですね、聖剣伝説3、体験版ですね、ホークアイですね、ホークアイ編は今回で終了ということで、最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。うん、まあ、物語としてはですね、結構進んできて先が気になるなっていうところで終了したかなっていう気がしますね。体験版プレイしてみて思ったのは、ですね、まあ、労働がですねちょっと長いなっていうのと、あとですね、カメラワークですかね、戦闘の時のカメラワークがちょっと敵を追いづらいなっていうところと、正面向けない、すぐ向けるコマンドがないっていうのがね、これがまたね、操作性としては、ちょっと難儀かなと思いましたね。あとロードはね、最初にもお伝えしたんですが、ロードが少しね、マップ移動するだけでロードが発生してしまうと、ちょっとテンポがね若干下がってしまうなっていうのは感じましたね。ただまあストーリーとか、まあ、絵柄とかですね、まあ、システムとかですね、そういうのはねすごく面白いなと思いましたね。
それぞれの主人公がそれぞれの物語を持っているっていうのもまた面白いなっていうね印象を受けました。はい、製品版を買うかどうかっていうのは、まあまだちょっと未定かなっていうね感じなんですが、まあ、何かの参考になればいいなと思います。であとですね、他の動画もやってますので、まあ、再生リストから面白そうな動画を見つけていただいたら、ぜひ最後までご視聴してみてください。あとチャンネル登録、グッド評価等もお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。